これね、男梅の大好物だけはね、わかるんだよ。いや、男梅絶対梅干し好きだろ。こいつが梅干し好きじゃなかったら何が好きなのって感じだからね。食ってみろよ。大人も子供もね、様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで、化け物島での一日がスタートいたしましたということですね。僕、この化け物島のメンバーに、まあ全然食べ物あげてないんですよ。だからほぼ餓死寸前なんだよね、こいつら。今回ね、ちょっといろいろ飯あげながら、こいつらの好物と、まあ、嫌いなものを何かちょっと探っていきたいんだよね。で、好物を見つけることができれば、こいつらがテンション下がった時に、一気にテンションを回復させることができるらしいんですよ。ということでね、やっていきましょう。まずはエソちゃんっしょ。エソちゃんのちょっと好物探してえな。ここなんだよね。この見てもらえばわかると思うんだけど、好物コーヒーって書いてあるんだけど、この超大好物、大好物、これまだ見つかってないでしょ。で、栄養ドリンクはエソちゃん見つかってんだよ。苦手なものね。超苦手なもの。この超大好物ってのを、俺は見つけたいんだよね。で、コーヒー好きじゃん、エソちゃん。だからちょっと苦めなものとか好きなんじゃねえかな。ちょっとカタログから苦そうなものを探してみようか。まあ、このハンバーガーとか、ね、苦くないでしょう。で、苦いものって何がね、なかなかちょっと見当つかねえけどな。苦いものってなんだ。苦いものがないから、ちょっとこのカプチーノ行ってみるわ。一応飲み物系だしな。コーヒー系だから。なんかね、食べ物も完全にランダムらしいから、実際わかんないんだよね。選べないっていうか、まあ、それをね、予測すること不可能なんだよ。で？ああ、やっぱ好きなんだよ、ほら。多分好物、お、好物1位じゃん。え？コーヒー系ってこと？コーヒーゼリーとかないからなぁ。あえて牛乳とかちょっと言ってみようか。エトちゃん、牛乳、どう？カプチーノ上の部分が好きかもしんないからな。うん。え、ちょ、待って、嘘マジで？え？ほんとに？初めて見た。え、マジで？え、ほんとに当たったの？え、牛乳好きだったの？大好物だ。超大好物じゃないけど。マジで？え、俺すごくないよ、おみ。こんなぴったり当たると思わなかったんだけど。牛乳なんだ。エソちゃんの大好物って牛乳なんだ。マジで？いや、これ一発目からすごいぞ。てか飲み物だな。紅茶とか、そういう系あげてみようか。飲み物系だ、エソちゃん。うわ、マジか。そうなんだ。あ、やっぱ好き、え、すげえ好きじゃん。うわ、え、マジで？好物1位になった。じゃあ、ゾちゃんには、この Nintendo 3DS、もう生産終了したから、これあげるから。いつもありがとうございます。え？何？これからのお返しです。何、エソちゃん。わあ、ありがとう、銀貨。さすがだよ。いや、まさかな。こんなことになると思わなかったな。じゃあ、久々に、売れ残り。しゃっくりしてたのよ、売れ残り。売れ残りの好物、たい焼きなんだよね。だから、甘いもんじゃないかな。じゃあ、エソちゃんが作ったショートケーキ。これもしかしたら超大好物かもしんないよ。可能性あるよね。ああ、ほら、好きなんだよ。あの、エソちゃんのまずいまずい言われたショートケーキが。マジかよ。なんとなく分かったな。好物から連想されるものだ。え、じゃあ、たい焼き好きなドラ焼き好きじゃない？いただきます。ドラ焼きじゃない？これ。これでくんじゃない？ああ、違うわ。わかんねえなー。え、ちょっと待って。のび太が怒ってて、エンジェルも怒ってんだよね。で、しんちゃんも怒ってんだよ。どういうこと？エンジェル聞いてみようかな。エンジェルどうした？なんそんな怒ってんだよ。やめろやめろ！ペコちゃん差し向けんな。誰？え、のび太と？こいつ1位麻婆豆腐だからなー。なんかちょっと辛いもんっぽいな。でも辛いもんキムチあげてみようか。あ、キムチどうよ。辛いからね。好きなんじゃないこれ。うわ、ほら！マジで？あ、キムチでも好物2位だなぁ。うん。いや、なかなかしょこいよ。キムチ臭いだろうなぁ、でもなぁ。キムチ食って元気出すってのもどうなのかね。あんまキムチ好きそうな顔してねえけどな。好きなんだなぁ、そういう辛いものが。ちゃんと謝ってよ。ねぇ。ああ、いいんじゃ、聞き取れてるかなぁ、のび太。聞き取れてない可能性もあるよ。もしかしたらね。ああ、よかったよかったよかった。で、しんのすけは？ちょっと待って、しんのすけ誰と？
1ヶ月来てねえから怒ってんの。1ヶ月以上経ってるでしょ。もうやめろよお前。国民的スター同士じゃねえかよ。しんのすけ、しんのすけ大好物あんだよね。ホットドッグだ。またホットドッグの上の部分のもしかしたらソーセージが好きなんじゃねえかなっていうのを考えて、ソーセージ。いや、これもしかしたらソーセージかもしんねえぞ。いっちゃうこれ。あ、でもやっぱ好きなんだよ。ほら。おい、落ち着くな、落ち着くな。あ、まるちゃんと。まるちゃんもなんか女の子らしい、いい部屋住んでるよね。かわいいとこね。本望でしょ、こんなとこ住めたら。で、謝って、ちゃんと。かわいいな、ドアノブも。この間はごめんなさい。ああ、いいんじゃない？うん。いや、マルシャン許してくれると思うよ。うん、今までのストーリー考えたらね。おい、マジかよ！まあ、そうなるわ。うん。それは落ち込むよ。じゃ、これこそ、やっぱ大好物を見つけて、機嫌直してもらえばダメだな。これハンバーガーもあり得ると思うんだよね。あ、ハンバーガーじゃないか。これで気分を直してくれ。一気に治るでしょ。あー、ダメだ。やっぱソーセージなんだな。これね、男梅の大好物だけはね、わかるんだよ。いや、男梅絶対梅干し好きだろ。こいつが梅干し好きじゃなかったら何が好きなのって感じだからね。食ってみろよ。男梅に梅干し、どうなるのか反応。いや、大好物でしょ、そりゃ。え、嘘だろ、お前。お前、大丈夫、それ、大丈夫、お前、それ。お前、そんなやったら、男梅のイメージキャラクターから降ろされんぞ。あ、え、フランソワとビアンカ？おぉ。いや、怪しいけどなぁ。あ、写真？あ、出たなぁ。まあまあまあ。まあ、いいでしょう。うん、とりあえずね。うん、いいでしょう。あ、口、あ、なるほどね。うん。はい。どう？気絶しそう？あ、流し目ね。うん、こういう感じかな？どう？どんな感じできた？ちょっと見せて。コアラ。いやー、リアルコアラじゃねえかよ。お前何撮ってんだよ。お前、地形コアラ撮ってんじゃねえか。あ、なんか、ロボ父ちゃんが遊びたがってんな。ロボ父ちゃんじゃもうロボじゃねえかよ。父ちゃん成分抜けてんぞ。遊んでみるか。あ、シルエットクイズね。あ、久々だな。うん。ウィンクわかんねえから。これ上のゴリだろ、完全に。もうクマの格好してるもんね。うん。わかりやすい、わかりやすい。このシルエットクイズ初めてかもな、この感じ。はい。どれ？これ10万おめえと以外いないだろう。こんなやばいやつ。気持ち悪いなぁ。ラスト。うん。どれ？ああ、もう、まるちゃんだな。さっき出てきたからね。リセットさんとかありえねえだろう。で、まるちゃん。ああ、まあまあまあ、簡単ですね。お、一つくれんの。どれがいいかな。じゃあ、大きいやつにしてみようかな。うん。招き猫。おい、真ん中おむつじゃねえかよ。選ばなくてよかった。他よく見たらゴミじゃん。一番当たりでしょ。なんか炭素が夢見てんな。ちょっと見てみようか。炭素どんな夢見んだろう。おいおい、遊んでるやつ。長沢くんじゃん。いや、長沢くん忍者の末裔かよ。そんな機能どこに隠れてんだよ。まあ、その辺わかるけどさ。あと少し。いや、長いだろう。木の上でよかっただろう。いや、何を見せつけられてたんだよ。いや、ダウジングロって長沢くん見つかんねえだろう。金属なんかよ、あいつ。いや、炭素はね、牛丼が好きらしいから、まあ、牛丼って言ったら、まあ、丼物として親子丼あげてみようか。まあ、エソちゃんと炭老師とね、親子だからね、親子丼あげてみましょう。いや、美味しいでしょ。親子丼俺も好きだからね。絶対美味しいと思うよ。あ、ほら。でも大好物にはなんなかったか。じゃあやっぱラストはこの男かな。うん、好物1位、ウニ。2位、焼きナス。3位、ハンバーガー。いや、好物1位になるほどウニは別に好きじゃねえけどな。まあ好きっちゃ好きだけど、寿司屋行ったら食べるけどね。じゃ、ウニが好きってことは寿司好きなんじゃない？うん、でも寿司好きだよ、俺。俺自分残ったからね。それはわかるよ。うん。あ、大好物までいかねえか。1位だわ、でも好物。そりゃそうでしょう。自分のことだもん。え？ちょっと最後遊んでみようか。どうだろう。うん。
いや、遅いな、話し方が、相変わらず。これは何でしょう？これ何これ？せんべい、春巻き、いなり寿司。せんべいかな？いや、難しすぎだろ、一問目から。せんべいじゃない？色合い全部一緒じゃねえかよ。あ、せんべいね。うん。じゃあ、二問目。いや、遅い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 。喋んのか。スローだからな。いや、難しいな。風鈴、明太子、マンゴー。まあ、これ風鈴しかないだろう。こんな色の明太子とかやだよ。いやいや、待て。今さ、下がってみて分かったんだけどさ、ほぼ風鈴のとこ映してなかったよね。ほぼ背景だったよね。あ、じゃあ最終問題。結構なぁ、えげつない問題出してくるかなこいつなぁ。これは、エビチリじゃないか。まあ、こいつのことだから、器とか出してくる可能性あるからね。まあ、エビチリかなって考えれば。下のやつがエビでしょ、多分ね。ああ、エビ、全部エビだったん。わかりづらいな。すげえアップしてたね。ああ、じゃあ一つだけ。どうしようかな。結構でかいものがね、いいものあったからね。じゃあちょっとでかいやつにしてみようか。うん。いや、盆栽ここでさっきの問題伏線だったんかよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。